はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日はサブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、立花隆さん、裏アカウント問題の、女性に、謝罪をせずという、内容のですね動画を、本日はお届けしたいなと思います。でどういう経緯があったのかっていうことをですね説明すると、立花、隆さんがですね、つい先日なんですけれども、自身のチャンネルにね、自分に対して誹謗中傷、してくる人の、別アカを、特定する方法というですね、まあ、動画を、上げました。でそこでですね、イモン泉さんという方が、立花隆さんの、動画での、漢字のですね、誤字を、指摘、しました。でそれを立花隆さんは、まあ、誹謗中傷だと、いうことで、そのイモン泉さんのですね、フォローしてる人が一人で、フォロワーが一人というね、状況から、こうヤナさんというですね、女性がそのイモン泉さんの、これね別アカウントだというような、そのことをですね言っておりました。しかしなんですけれども、このヤナさんはですね、自分自身のこうツイートに、自分はアカウントを1個しか持っていないと、でその証拠のスクショをですね上げて、でイモン泉という人と、自分は、別人だということで、まあ、立花隆さんが誤ってですねこのヤナさんという人を晒し上げてしまったんじゃないかという話になっております。で、まあ、立花隆さんのですねエンタメチャンネルの方の動画ではですね、まあ、コメントができるんですけれども、そちらの方でですね再三いろんな視聴者の方が、まあ、本件について追及し指摘をしているような状況なんです。でまあ、今回ですね、ツイッターの方で、立花隆さんにですねリプライを送った勇者の、方がいました。でその方のですね投稿がこちら、はい、で裏アカウント問題、の、女性に、は謝罪しないのですかと。でそれに対して、立花隆さんは、私が誰に迷惑を、かけてたのですか、もちろん、動画削除も、謝罪もしませんというですね、ことをリプライで返信していました。いやーこれがですね東京都知事選挙の立候補予定者ですか。これはね本当にひどすぎるなって思いましたね。まあもちろんそのヤナさんという方は、まあ、別にこう実名でですね、まあ、ツイッターをやっているわけではない。もちろんですねその立花隆さんはヤナさんをその誹謗中傷の犯人だというふうに、名指しをしたとしても、ヤナさんに対するこう名誉毀損とかそういうのに、問われることは、ないと思います。でヤナさんの権利侵害とかをですねしてないと思うんですよ。で、まあ、そういうことがあるんだから、結局立花隆さん自身は自分が法的責任に追われないから、だからあの動画削除も謝罪もしませんよっていうような、まあ、形だというふうに、思っております。でまあ、皆さんですね、都民の方とかいらっしゃると思うんですけど、これが東京都知事選挙2020のですね立候補予定者で、ございます。いかがでしょうかね。昔ですね、メンタリスト DAIGO さん に対してはもう即ですね、動画で謝罪を、した立花隆さんで、一般の、その市民に対しては、誤ったことをやったとしても、謝罪をしないというような態度をとってます。でこれはやっぱり立花隆さん、人を選んで、謝罪するかしないか、ね、そういうことをやってらっしゃる方なんですけど、これに関してはですね、これ都民の方々いかがでしょうか、ね。立花隆さんはいつか、立花隆さんはですね、まあ、可能性としてはゼロに近いと思いますけれども、東京都知事選挙でもし、当選、したらですね、東京都知事としてその手腕を、東京都政に生かすことになるんですね。でそうなった時に、我々、一般市民でございます。で一般市民に対してですね、まあその上から目線でもしかしたら、まあ、政治を行う上から目線でそう手腕を振る舞う、そういう可能性が僕はあるんじゃないかなというふうに、思ってます。でまあなんやかんやでですね、まあこうやって、まあ、僕自身もですね動画で、再三こう立花隆さんのそう不安定なところとかそういう部分とかを指摘させていただいておりますが、で立花隆さん、
僕はですね優生思想があると思ってるんですね。でまあこれはですね、これまでのこう立花隆さんのまあその動画であったりとかで、あとは対談とかでの発言とかをですね、まあ、聞いてもらったら、分かると思うんですけれども、リップサービスであろうがリップサービスでなかろうが優生思想をですね持ち出してしまうというのは我々この一般市民の生活がその脅かされてしまう、そういうねリスクに、直面するんではないでしょうかということで、ございます。だからですね、まあ、私自身、立花隆さんみたいな人は、まあ、東京都知事、としてで不適格だと思うし、で僕としては絶対に、まあ、その投票したくない人だなというふうに、考えております。まあ、これはですね別にこう立花隆さんの落選運動をしたいとかそういうことではないです。まあ、選挙戦はですね立花隆さん、まあ、どうぞそのご自由に、戦ってね、いただければというふうに、まあ、思うんですけれども、まあ、しかしながら、まあ、今回のですね、裏アカウント問題の女性に対して謝罪しないのですかというね問い合わせに対して、で私が誰に迷惑をかけたのですかと、もちろん動画削除も謝罪もしませんという、態度は僕はすごくですねおかしいなと思います。で実際、まあ、立花隆さんのチャンネル登録者数47万人ぐらいいます。でそこでこう投稿された動画によってで一人の、女性がですね勘違いされ、そして、立花隆さんの動画を見た視聴者たちから多数のですね、罵声罵倒が浴びせられているような状況でした。まあ、これはですね、後々その誤解ということが、まあ、多くの人、まあ、分かり、そしてですね、まあ、その方のこう名誉というものは、回復されたと思いますが、ただちょっとね、あの一、国政政党の党首であり、公人、そして、市長選挙の、立候補者としてこれはちょっとね、あのありえない態度ではないでしょうかということを私は動画上で、皆様にですね、お伝えしたいなというふうに、思っております。正直ね僕ねこれね、まあ、今までのこう動画上とかでも説明してるんですけど、まあ、皆さんこうそれぞれですね政治的なこうイデオロギーっていうのを持ってらっしゃると思います。で僕自身はですね、まあ、政治的なこうイデオロギー、特にございません。ただこう僕たちの生活が良くなればいいなというふうに、思ってるだけですが、まあそのただですねやっぱり、まあ、今回の東京都知事選挙ある種、N 国 VS、反 N 国の、戦いだというふうに、僕自身としては、思っております。で、まあ、皆さんですね、いろんなこう候補の支持者の方々がまあ、この動画を見てらっしゃると思いますが、立花隆さん以外のその候補者の支持者の方々は、まあ、皆さん僕は、仲間だとで思っております。はい、ただ僕はですねやっぱりあらゆる国政政党の中で、まあ、唯一 NHK から国民を守る党というのは、まあ、存在していけない政党だというふうに思っておりますし、でこうやってですね、まあ、NHK から国民を守る党であったり、立花隆さんの問題点、これをですね、まあ、このサブチャンネルを通してですね、まあ、皆さんにお伝えしたいなと思ってます。で、まあ、もうすぐですね、立花ウォッチャーをしましても1年ぐらい、経つのかな。まあ、1年間そのいろんなことがですねありました。で本当にですね立花隆さんが参議院選挙を当選をした時はもうすっごいですね YouTube でも盛り上がりましたよ。で僕自身も立花隆さんとは一度ですね、まあ、対談をさせていただいたことがあります。でまあそういうね、まあなんだかんだで、まあ、対談してくれたし、でまあなんだかんだでですね、まあ、僕も立花隆さんのね、その行動に、ちょっと現場でこう取材したりとかしてたこともあるんですけれども、ただやっぱりですねちょっとまあ当初の目的とすごい今ブレてると思うし、で NHK 問題真剣に取り組んでるんですかというようなことにですね、まあ多くの有権者の方々も気づいていけると思います。なんでですね、まあ、今回の東京都知事選挙ある意味 NHK から国民を守る党立花隆さんのですね、まあ、その分岐点に、ある意味、なってくると思いますんで、まあ、これはちょっとですね要チェックしておいた方がいいんではないかなと、皆さんで、ね、思っております。はい、まあ、そういうことでですね、まあ、その本日の動画なんですけれども、
見てくださってありがとうございました。まあ、というわけで、以上、水ギャンでした。じゃあね。